皆さんこんにちは。さあ始まりましたマインクラフトということでね、今日も頑張ってやっていきましょう。今日はですね、ネザーをやるんですけど、もうネザーそろそろ終わりにしたいなと思っております。で、今のままじゃラチが開かないのでちょっとやり方を変えます。というのも、一度ですね、設定に行って難易度をピースフルにします。そしたら敵が出なくなる。もうこれで敵いなくなったのかな。あ、豚さんの声しないからそうっぽいね。よし。そして石とかを持って、よし、これでいきましょう。これで多分もう襲われない。で、今日は何がしたいかというと、おお、何もいなくなってるわ。寂しいな、これはこれで今日は何をしたいかというと、ブレイズスポナーを見つけて、で、宝箱とかもまあちょっと開けれたらいいなって思ってるんだけど、とりあえずブレイズスポナーを見つけて石で囲んじゃって、ブレイズトラップではないんだけど、まあそんな感じのを作りたいなと思っております。で、迷ったら嫌なので松明とかはちゃんと置いていこう。なるべく基地から近いところがいいんだよね。ここじゃない？私がこの壁作ってたとこね。ここどうかな。あー、ブレイズスポナーではないっぽい。ダメだ、ブレイズスポナーではないわ。この辺も来てるっぽいね。そこで取ってこうか。一応この奥に進んでってみましょう。あー、なんもないじゃん。宝箱はこの中にしかないけど、ブレイズスポナーは外にしかないんじゃないかな。外行くか。ということで、ここは何もなかった。この先何もないよってことで、ここ置いとこうか。で、この上もここは何もないので、ここも閉じちゃおうかな。あ、なんか危ないけどここ行けそう。やばいな、ちょっと複雑すぎて迷いそうだな。こっからこう来てるから、外からちょっと攻撃されないようにこんな感じにしておいて、ここを開けますか。よし。で、ここに降りられるようにしよう。あ、ここは危ないから、やば、丸石がすぐなくなっちゃいそう。って言って何もなかったりしてね、ありえるよね。ここに入ろうか。入れるのかな、入れないのかな。中何もない的な。あー、ここに繋がってるんだ。なるほどね、わかった。この上とか行けるのかな。あ、何もないっぽい。スポナーあったらいいなーと思ったけどないね。じゃあもっと全然違うところ行かないといけないんだ。わかった。じゃあもうここも何もないじゃん。どうしよう、どうやって行こう。次はどうすればいいんだ。もうちょっと向こうにつながる何か。こっちに行って、こっから向こうとか行けないかな。ブレイズスポナーがわかんないからな、どこにあるかが。あ、こことここつなげる？そうしようか。こことここ。ここをつなげたらいいんじゃないか。よし。うわぁ、怖いよー。どうどうどう。ありそうじゃないスポナー。あった！ここだ、発見、ブレイズスポナー。とりあえず、こっからブレイズが出てこないようにしよう。よし。オッケー。これでブレイズのお部屋が出来上がりました。こうしとけば出てこないのかな。1個だと出てきちゃうのかな。どうなんだろうな。まあ、とりあえず閉じとくか。ここでーす。で、ここに安全に来れる道を確保した方がいいよね。なんだけど、ちょっとだけ探検。あー、これ溶岩があるわ。でもここの上探検したところで別に、いや、そんなことはないか。ちょっとだけ探検します。あ、ダメだ。行けないわ。向こうは？あー、ここも行けなさそう。いや、待てよ。こんなことしてないで、開ければいいんだ、ここ。あ、なんもないのかな？あー、ダメだ。なんもないわ。あ、こっちもなんもなさそう。よし、じゃあ戻ろうか。こっちの方はどうかな？うん、迷わないようにしたい。ああ、ダメだ。ああ、何もないんだな。ということは。あんまり無駄な行動はしないようにしよう。入れる場所があったら多分あるけど、入れる場所がなければないのかな。あそこにもある、ブレイズスポナー。
まあいいか。ん？なんかここ入っていけそうじゃない？あ、入れた。いや、違う。降りれただけだ。あー、じゃああんまり意味なさそう。ちょっと進んでみる。あ、あそこにもあるブレイズスポナーって言ってたとこじゃない？もしかして。進んでみよう。違うわ。ダメだ。いけない。本当に迷ってしまう。帰ろう。ということで、じゃあここに安全に来れるように上から入ってくる。上からも攻撃されがちだよね。もうブロックがないかもしれないな。一応ここにウィザースケルトン避けも作っとこう。こんな感じで、ここのちょっと吊り橋が危ないから、よし、こんな感じでいいでしょう。なんならちょっともうこの辺もできるだけ閉じれるとこは閉じて、まあ閉じたところで襲われることは襲われると思うんだけど、一応ね、なるべく安全な道を行きたいからね。よし、 OK。 ウィザースケルトンはこれで一応防げるでしょう。で、こっち行ってこう行って、で、ここだね。で、ここがブレイズスポナーがある場所と。一回サバイバルにしてみようか。そしたらどんな感じかわかるよね。よし、じゃあサバイバルにして開けてみましょう。イージー。戻る。あ。あ。どう？どうどうどう？あ、一人出てきた。一人出てきてるよね、多分。どこに出てきたんだろう。上から攻撃されるわ、これ。あ、全然出てきてない。あ、出てきた？姿は見えないな。やっぱり2マス開けないとダメなのかな。高さが足りてない的な感じかな。それか、出て、通り越していった？あ、いや、こいつら通り越すよね、確か、壁。そんな気がする。ちょっと待てよ。あ、こんなところに湧いた。ちょっと待って。それはダメ。消えた。ちょっとダメだ。調べ不足だ。この下に本当はトラップを作るらしいんだよね。ただ今日はその準備をしていないから、トラップ作りはまた今度になると思うんだけど、この下は、あ、でも結構高いところにあるからトラップ作れそうだな。今日分かったのは、多分本気でトラップを作らないと、なんか簡易的な感じでブレイズ倒せたらいいかなみたいなのはちょっと無理っぽいな。ちょっともう一回だけやってみよう。イージー。戻る。はい。どう？湧く？湧くんですか？湧かないんですか？あ、湧いた。足元だけ見えるけど、ただこれどうやってブレイズロッドを取りに行こうって感じだね。お、やっつけたけど、ブレイズロッドどうやって取りに行くの？そこの問題だ。ダメだな。やっつけはできるけどな。どんどんやっつけはしている。取れない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 。そっか。スポーナーの向こう側に行っちゃったら取れないんだ。ここにホッパーでも置けばいいかもしれないね。そしたら来れるかも。あ、その作戦やってみようかな。めっちゃ効率は悪いけど、経験値はさ、近づいてきてくれるからいいんだけどさ、ブレイズロッドは近づいてきてくれないからさ、そこがね。あとめちゃくちゃうるさいっていうね。よし、 OK。 じゃあ一回これでまたピースフルに戻して、とりあえずブレイズロッドを2本ゲットできました。なるほどね。なんとなくわかった。はい、ということで、今日はとりあえずブレイズスポナー見つけれたし、どんな感じで動くかわかったので、次回はブレイズトラップ的なやつを作りましょう。よくあるブレイズトラップだと、結構大掛かりな仕掛けが必要。大掛かりっていうか、かなり掘ったりとか、上限の高さを出したりとかしないといけないみたいなので、さっき言ってたここの下にホッパーを置いて、でアイテムを回収して、で自力で倒すっていう方法でもいいのかなってちょっと思いました。
なのでホッパーを何個か持ってくることにします。はい、ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。よろしければぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん出してますのでぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。